このチャンネルは日常の他愛もない話からクリエイティブにつながることまで現代がただただ話していくラジオ番組となっております。こんばんは。こんばんは。えー、舞台もちょっと、人段落しまして。段落ですね。はい。人段落しまして、舞台終わりからのイベントもちょこちょこね、ありがたいことにあったので、 やっとなんか本当に一息つけた瞬間かなと思ったんですけど前回みんなでねあのちょっとクラウドファンディングのお返しもあってビデオを全員で見るっていう日があったんですけどありましたねすごいなんかどうでした改めて引きで自分たちの作品を見てみて引きでフルで見るってすごく新鮮だったよねうん こうリハーサル映像とやっぱ本番映像は全然違うじゃないですかちゃんとねあの演出が入った状態で自分たちのものを見るっていうしかも全員でっていうのは、うん、すごいいい時間でしたねねえなんかあんな感じだったんだなっていうのが結構わかるわ <laughs> かる <laughs> ああな,なるほどってとこもあったし、うんあの 多いってなるってとこもあったしはいはいはいいやあのー、ほんとねそ,うそれもめっちゃ楽し,楽しかったっていうかなんか久々にみんなでこうなんていうの焦りもなく集まるっていう時間が結構楽しかったなっていうまずいや本当にそうだよね、うん、リハーサルでしか会わなかったもんねもう,もう本当にそうでリハーもね結構追い詰められてる状態が数か月ずっと続いてたからね、うん、そうねうん 何か,か心なしからのみんななんかやっそ、ね、<laughs> うん、うん、そんなね中でそうそういえばねあのそのねちょっと前日もあの高校生のダンススタジアムっていうね2024決勝大会の審査員で呼んでいただいてちょそれもあってね<え>ちょっと東京に帰ってきたんですけど。 いやーもうすごいね。もうなんか、すごいね。感動 <laughs>。本当に感動がすごくって、もうね、ちょっと、出たいなってなっちゃったよね、やっぱ。コンペ魂が。いやもう俺、やっぱコンテスト好きだわ。本当に。<laughs> もう、高校生やれてさ、600、 何十組でもうすごい600以上のさチームの中からさ8組になるってもうすごくないすごいよね。ね今回はそのねもう本当だからすごいなと思ったのはダンススタジアムがフジテレビがね今回スポンサーで入ってて「新しい鍵っていうあの芸人さんたちがやってるね番組お笑いのね、うん、面白い番組があるんですけどそ,うそれで2時間放送枠をもらってるっていう。 ね、すごくないそうがっつり全部、ね、映るっていうのですごい豪華な、ね、チョコプラとかみんな来てたけど、ね、す,ごすごかったよねいやなんかダンスがそこまでいったんだなっていうのもねすげえなって思うしやっぱ高校生の時にあんなガチでこう、ね、部活の域を超えたさそのマジで甲子園じゃんもう。 あの領域ってねえあそこまでいったらやばいよねそのだって外部の人にさプロの人に衣装頼んだりとかさもう高校生でそこまでやるっていうい分か分か言ってたねデザイナーの人に自分たちで頼んでとかねう,うんそうそうそうなんかすげえなーと思ってそう高校生でもこう自分たちだけで顧問とかつけずにやってる高校とかもあったじゃん でもそれがさ本当に自分たちでやってるってぐらいクオリティ高くてさもうビッチビチに揃ってったしなんかもうあれが高校生でできるんだとしたらみたいなさプロとかになった時ど,どうなるんだろうみたいなのうちょっと思ったし本当にいやーだからすげえなーっていうその本当にねダンスのこう。 なんだろうね。素人とプロの違いっていうのの境目をすごい考えるようになっちゃいました、自分も。いや、すっごくわかりました、その感じは。うん、その境目がどこであるのかね。ねすごい思っちゃうね。そう。なんかあと、そのね、審査員の方たちがもうすごいもう、 大御所のというか、もうなんか一緒にこれ肩並べていいのかなっていうレベルの人たちと一緒に審査をさせてもらって、ちょっと、自分もね、なんか改めてこう、最年少っていうところが、なんかです、ねこね、やっぱこの年になると最年少ってなかなかないじゃん。ないね。<laughs> <で>そうず。ずっとね、あれだったけど、いやでも、意外と、 なんかやっぱ伝説を残してきた時には必ず最年少でいたから、そね、タイムマシーンの時とかもそうだし、<laughs> ナンバーズもそうだしとかねそう、いろいろあったんですけど、いやなんかいいなって思ってて、でこう上の人たちとそのまさにね、プロの話みたいのしてた時に、なんかすごいこうオリンピックの話になって、で、オリンピック競技にこうブレイキングがね、今年入ったじゃんで、すごいで、ね 異様だったけどやっぱりまあねそれこそブレイキンやってたねその方とかからしたら「いやあれはちょっとね」ってまあ不可解な点があったよねっていうのもやっぱあったのよみたいなのよ、うんうん、でもわかるなって、まあ、本当にね X とかさもうなんかいろんなとこでつぶやかれてたけどもほんとあれってなんかなんかおかしくないっていうのがあったりとかあと逆にそのフランスっていうフランスから出てきた人 ね、その選手がもうバチバチ勝ってたはずだったんだけどやっぱフランスでやってるからその「ひいきになっちゃう」みたいな「勝たせちゃったら」えー、みたいな「いやでも良かったんだから勝っててよくない」とかっていうその逆もあったりとかそうそうそうなんかそういうものがなんかあったんだなっていうのを感じ,感じますよねっていう話をちょうどね審査員の人たちとしてた時にすごいこうなんかオリンピックってやっぱり。 その国との戦いじゃなくて、パスポートの戦いだからっていう話をしてたのがすごい面白くって。あら。そう、ほら、今、なんかさ、最近、選手で、こう、なんだったっけな、なんかの陸上競技のやつで、その、女性で、えっと、出てる、女子型の方に出てた人なんだけど、その、その、X と Y みたいなのさ、 染色体みたいなやつでいくとその言ったらお姉の人がみたいなとかねその性転換をした人がその女型として出ててでも体の作りは男なんだからそれはいいタイム出るに決まってるじゃんみたいな,なんか話とかがあった時にそのいわゆるどこの国で生まれたかとかもその黒人さんであっても日本の,その国籍で生まれてたら日本代表で出れててっていうので日本がまた。 最新記録取りましたとかっていうのってそのあれは要はパスポートの戦いだよねっていう話をしてたのがすごいなんか自分的にはいやいやあなるほどなって思ってそうだからどう申請するかその男か女かどこの国なのかとかっていうのをどう申請するかでそのなってるよねっていうのがなんか本当の。 国のなんていうんだろうねそのアイデンティティとかっていうこともあったりとかいろんなその事情っていうかねそ深い中身もあるんだろうけどいやーマジでそうだなーって思った瞬間があったりとかなんかそのね土地柄みたいな戦い方はそんなしてないよなーっていう面もあったりとかそうだねそう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 っていうのもねすごいこう感じたなー っっていうののとやっぱまあ高校生のねその出てた子たちがさやっぱすごいレベル高かったじゃん今回のダンスのダンス,ダンスターのやつが。そうだから今やってるその D リーグに出たらどっちが勝つと思うみたいな話とかもちょっと面白かったのよ。そそ、うん、そうそうそうだけど D リーグで勝てるかどうかっていうのを、その1個の視点で見るか、その D リーグの、そのルールに則っ,って、2週間に1回新ネタを出さなきゃいけないっていう、そのボキャブラリーとして、じゃあ高校生が勝てんのかって言われたら、そこはやっぱプロの方が幅を知ってるよねとかっていう。あれはそうだね。そう。とかみたいな、なんか、なるほどなっていう、なんか、プロフェッショナルってそういうところもやっぱあるよなっていうのをすごいこう、感じた、面白い。 話だったなって思いますね。いやー面白いその話は。うん。なんかねー。確かにねー。いやーその視点はやっぱり、うん、長く携わってる人だからこそ出る視点だね。いやーそうだねー。だからやっぱすげえなーってちょっとやっぱ思ったし。でもやっぱエンタメっていうのがまだまだそのダンス界には意外と入ってないんだなっていうこともなんか俺はすごい。 こうう感じたというかそのなんか結構ねテーマものとかは取り入れられることがだいぶ多くはなったのかなっていう昔に比べて。ううんそそれは絶対なっていうのはなんか思ったんだけどなんかねダンスの,その中でもすごいこうなんて言うんだろうやっぱ真剣じゃんコンテストイコール勝ちに行くイコール真剣みたいな。ううんそ でやっぱ勝ってる人たちが先生についてるのを見てて一発でわかるんですよ。そのあここあの人が絶対作ってるなみたいなとか <laughs> そうそうそうわかるんだけどなんかその中にもやっぱりこうエンタメとかがある瞬間にエンタメっていうのは常にこう笑いっていう意味ではなくてちゃんとこう何て言うんだろうねその真剣なダンスだけではなくてお客さんを意識してるかみたいな話にちょっと近いんだけど。そうっていうなんか。 ショーマンシップというか、なんかそういうのがあるのを感じると、やっぱり、ああ、これダンスの枠がこう広がりそうだなというか、なんか、新しいアプローチなりそうだなっていうのをめっちゃ、審査員として見てて感じたし、やっぱ同時に、あの、照明とかをちょっと気になっちゃったよね、俺は <laughs>。 <laughs> なんかもうちょっとあそこああいうのにしてあげたらいいのにってその本人たちはさそこまでオーダーは出せないからそのそう,、ね、そうそうそうなんかなんかなーっていうあそこもあれぐらいの照明でいいのになーとかっていうのもすごいこう感じながら見てました自分は <laughs> いやーその照明とかまで込みでコンテストみたいになったらどうなるんだろうね,、うん、ねそうそうそうだからそこまでいくなんか プロダンスリーグっていうのができたら本当の意味でプロダンスリーグだ,なって思うんだよ、ね、やっぱりうん、うん、まあオーダー多分今でもしてると思うんだけどねそれこそ D リーグとかはまあ絶対にそこはあると思うけどねなんかそこに例えばそのさ照明とかもあのうちはこういう照明を使いたくってみたいなその発注から入ってたらおもろいなと思うよね <laughs> ああわかる。 何台やってとかさ、ここにこういうやつがあって,って。やばいね。うん。<laughs> もうステージングを込みにしたみたいな。ね、なんか条件としてさ、その例えば、ね、その照明の灯台は何台使えでみたいなのがあって、中でさ、<う>あえて少なくするのもありだし。そう。なんか、その、それこそ予算で縛るとかね、その、これ,<ー>これいくらまでを、 支給しますすこれ全員一律同じ額で,すでそれの使い方は自由ですっていうステージングがあったとしたら結構面白いだろうなっていう持参でいくってなったらそれこそめちゃめちゃなんていうかね,ねすごい考えるじゃん<い>そうそうそうだって衣装に、ね、そそう衣装にめちゃくちゃ金かけた人は逆にスポットライト3つだけとかとかにしないといけないしみたいなでもそれも一個の。 見せ方にもできそうだよねとかって逆転の発想があったりとかそうそうそう床を全部変えるとかさね、なんかそういうのも結構おもろそうだなっていうのはちょっと思いましたねあれねおもろそうだね多分現実それをやるってなるともう死ぬほど大変だと思うけど、うん、あったとしたらあってね同じ例えば100万円なのにこんな差が出るんだっていうのって見てる側からして超面白いよねそう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  でなんかさいいプロモーションにもなると思うのよ100万円出してあそこまでやってくれるんだったらあのチーム呼びたいなとかああはいはいはいそうとかもすごくこうパッキリセンスが出るんじゃないのかなっていうのはいや見てていいなそう,そういうのとかねあったら良さそうだなっていうのは思いますねうん,うんいや面白そう、うんいやどんどんねちょっと進化してほしいっすよそういうのがいやほんとね やっぱ作るしかないんじゃないですかいや作るしかないんすよ頑張って作っていきましょう頑張って作っていきましょう <laughs> じゃあちょっとねここで一回 CM 挟みましてはいえー、次回え次回前回ねあのー、東京に帰ってきてまあ今は福岡にも戻ってきてしまったんですけどあのー すすごいことが起きたんですよあの俺、ー、ねやっぱ一回さ舞台終わって本当に3日間だけかなあの福岡に戻ってでやっぱショーやってたらうち結構ほら外国の人もいるからさアーティストにその英語をしゃべるっていう機会にまた戻ってきた時にうわ何だったっけってなった瞬間がやっぱあったのその3日間で。 そう。なるほどなるほど。で英語の方にね。そう。やっぱりね、東京でずっとさ、あの、舞台の練習をしてたから、やっぱなんか日本人としか接しないと、やっぱり日本人なわけでさ。うん、そう。で、なんかやっぱ、久々に話すと、うわーなんか、もっとスラスラ出てきたはずだったのになーみたいなやつとかがあったりしたのね。うんうん,うんうんうん。そう。で、 いやちょっとこれ俺マジで英語勉強しないとなってうか毎回思ってはいてもやれないっていうあれなんだけどそう思ってででもやっぱこれってもう環境が全てだと俺は思ってんのそのまあだからそれを毎日勉強する姿勢を作る環境を作ってる人だったらもう英語いけるんだと思うんだけど自分はもうやっぱ喋ることの方が早いなって思ってるタイプだからそうまあ海外行ったら喋れるしっていうのと一緒でそうなんか そこにやっぱもっと話す機会を増やさなきゃなーと思ってとはいえもう3日間経ったらまた東京に戻るっていうねその審査員の仕事とそのみんなでビデオ見る会があったからその戻るってなっちゃったんだけどでうわーってなんか英語勉強したいなーってなんかそういう環境をなんか作んなきゃなーって思っててでそのまあ台風ど真ん中だったわけですよ帰ってきたのが。 ちょうど台風と同じ動きをしてて、その、福岡に帰ってくるのもあれだし、まあ結局ね、1時間遅れたりとかいろいろあったんだけど、そう、まず東京に戻るときに、その最終便だったのに、それが、なんかいつもね、こう羽田で帰ってくるのが、その時がもう、夏の多分、まあ終わりっていうのもあって、成田しか取れなかったのね。飛行機が。はい。で、その最終便しかまあいい時間がなくって、 で、それが、1時間遅れたの、台風で。遅れましたね。そう。でね、その、その、があって、なんか、どんな感じってなったんだけど、みんなザワザワしてるわけ、その、もう福岡の空港の待ってる人たちが。そうね、そうこれ、なんか、ど、どうなるのみたいな感じになってて、しかも、アナウンスでは、1時間遅れる可能性あり、&、もしかしたら結航になる可能性もあり、みたいなこと言ってて、いや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 ってなってんの。こっちは、あの、 審査員の前乗りで行くわけだから、いやいや、これ間に合わなかったら普通にまずいんだけどっていう気持ちになってるじゃん。で、いや、もう明日審査なんだけどなって思いながら、まあ、最終便で待ってたら、まあ、1時間遅れで飛ぶ、飛ぶっていうことだけは決定しましたっていうのが、この45分後ぐらいに分かって、その、出発の時間からね、そう。で、なんかギリギリだなと思いつつ、まあでもあと15分で飛ぶんだっていうのが分かったから、そう。 じゃあってなって待ってて、まあ、みんな待ってて、で乗って着いたんだけど、あの、もう着いた時には、12時ぐらいなのかな ?12 時、そうだね、12時ちょうどぐらいだったの、夜の。で、そう。なんか、その時間の空港を見たことあるもう本当にね、あの、 シャッターが降りたりとか、インフォメーションっていうところがもうライト消えてて人も誰もいないみたいな感じで。で、俺さもう、そういうのって飛行機がさ、遅れたら、飛行機会社の人がなんか、なんていうの空港でこう待ってくれてるもんだと思ってたのなんかこちらですみたいな、その、もう一本道しかないんで、あの、こっちですみたいなのがあって、なんか、その、遅れてきた方はこちらで行ってくださいみたいなのが、ちゃんとサポートしてくれるんだろうなって勝手に思ってたのね。 そう。だってさ、もう終電はないわけよ。着いたら。うん、で、こんだけの人数が行く、And、福岡からだけじゃなくて、大阪からとかも全部遅れてるわけ、その時間に。そう。だから、いや、え、これってどうすんのってなって、そのな、なんて言うんだろうな、ウォーキングデッドみたいな、みんな降ろされたけど、これこっちで合ってんだよねっていう、<laughs> その、お互いに顔をチラチラ見ながら、その <laughs> みんなが探り探りこう空港の中を歩いてるみたいな空気感だと。で,もそで、そう、なんか、え、これってさ、みたいな、え、帰れるんだよね、みたいなのがみんなわかんないままこうまっすぐ進んでたんだけど。で、その、まあ、地下鉄っていうところのね、サブウェイのところも電気消えてるしってなってて、みんながなんか、これってっていう、その <laughs>、立ち止まってザワザワする時間が <laughs> あったのね <laughs>。そう、で <laughs>、ね、 これってさ、みたいな。そういうことだよね、みたいなこ。ここで止まっていくか、もう外に出てタクシーを拾うかってことだよねっていう。でも、成田なんてさ、もう、なんて、千葉の端っこでさ、なんかこの辺に止まってる人なんて、まあいないじゃんか。いない。そう、だからみんな多分、その、知り合いに連絡したりとか、なんかいろいろしてるのよ。そう。で、あ、こんな感じなんだ、みたいな。こんなサービスないんだって思って、 で、とりあえずね、まあ、調べたら、その最終電車が一本だけあったのよ。で、それが、あの、成田空港から4駅分しか行かない電車なの。<laughs> もうさ、いや、出す意味ってなるじゃん。で、その警察の人とかに聞いて、かこれどうするんすかって言ったら、いや、もうあの、とりあえず4駅分は行けるんで、みたいな言われて、いやいやいや、いやいやいやってなるじゃん。<laughs> いやいやいやってなって、 これもう、でもしょうがないし、その、まあ、止まって、朝帰、始発で帰るかなとかも思ったけど、いや、それ、きついしなとかって思って、その、まあ、カーシェアを見つけたんですね。うん。そう。で、カーシェア見つけて、で、それが、そのターミナル2っていう、1個隣のターミナルだったの。だから、あ、この最終電車の使い道あったわと思って、その、 そのターミナル1からそのターミナル2、3っていうとこにその電車で一駅乗って行ってもうなんかまあ電車がねなかったらタクシーだとまあ15分とかかかるからまあ電車でよかったと思ってまあ行ってでもそのなんかカーシェアもなんか空港から外出た駐車場みたいな結構ちょっと歩くとこがあってそう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 いやどうしようかなと思ってでそのホーム から一旦エレベーター乗った時にこう、まあ、外国人の夫婦みたいのが乗ってきてでなんか「あごめんなさい」ってなって「なんかあ天気天気 o u みたいな感じになってで降りて「いやど,ど,こどこなんだよこれはこのカーシアワー」って思って見てたら「エクスキューズミーって言われて「はい」ってなって英語だったんで要,要はその新宿に行けるって聞かれたの。 で「いやもうないよ」って「そう俺もそっちの方に帰りたいんだけどもうないんだよね電車が」ってなって「あマジか」みたいな感じになってでそのなんかそれをこう話してたら「タクシーとかで行くことできる?」って言われたから「できるけど深夜だし、まあ、めちゃ高いと思うよ」みたいな「成田からでしょ」って。 でいくらぐらいいいって言われたから「いやーわかんないけど45万するっしょ」っていう話したのねそしたら2人でまあその夫婦で顔見合わせてなんか「ああってことは」みたいなその「なんとかサウザンドイエン」みたいな言ったら「あーってことは」「いやーちょっと高いね」みたいな「どうしよっか」みたいな話しててで「OK ありがとう」って言われて「天気言うてなって別れたんだけど、まあ、別れたっつってももうさ 行き場はないわけで、その <laughs> 空港の中でシャッターがどんどん閉まっていくっていうそのカウントダウンがあるだけだから、ってなった時に、俺はちょっとこう、頭にね、よぎったの、その、英会話したいなぁ、帰り道っていうのがあって、まあ俺はカーシェアをもう取れてるわけ。その最後の一個を見つけたから、残ってる車を。<laughs> で、いや、これそういうことかなって思って、 もう一回、その二人がね、立ってずっと話してたから戻ってって、え、二人はさ、新宿行きたいんよねって言って、いや、新宿じゃないんだけど、新宿の方なんだって言うから、なるほどってなって、まあ、ちなみに俺、レンタカーするけど、乗ってくって言 <laughs> ったら、おい、みたいな、オーマイガーって、本当に <laughs>、なって、マジで言ってんのか、お前、みたいな。 いや、まあ俺は行くけど、あの、よかったらっていう、行くって言ったら、本当にありがとうみたいな、もうマジでありがとうみたいな感じになって、いや、いいよいいよってなって、もうね、こんな、こんなことになるなんて本当はもうね、空港が本当はね、責任取るべきだよなっていう話しながら、もう行って、で、なんか、で、一旦ちょっと俺、その、 車をこの俺も初めて使うからみたいなそのどこにあんのかをちょっと探しに行かなきゃいけないんだよねってなって「ああいういいよ」みたいな「一緒に行こう」って言われて、まあ、その旦那さんと奥さんとまあ行ってでそ,、まあ、その人がね、まあ、後々来たらまあマレーシアの2人だったのねアジア系の2人だったの。<laughs> そうでもうなんかそのちょっとごめんねみたいな俺もちょっと先トイレ行っていいみたいな「ああいういいよ」とかっていうのがいろいろあってじゃあ行こうぜってなって。その 車を見つけに行こうとしたんだけど、その、バカ広い駐車場あるじゃんの。ね、あ<れ>送り迎えをする人たちが一回止める駐車場あるじゃん。その、空港の横についてるみたいな。そう。あそこの中から一台を探さなきゃいけなくて <laughs>。で、何にも案内がないわけ。カーシェアこちらですみたいな。そう。で、グーグルマップで見ても、もうこ、ここですっていう、その建物の真ん中を指されてるからその、そ、ね、の、の中のどこよみたいなのが分かんなくて。歩いてたら、なんか、なんかね、 あっちじゃないって適当に歩いてた方がたまたまそれがあって。そう。お、すげえってなって。なんか今日、ちょっと今日ついてんなってなって。で、まあ台風の日でもあるから、一応雨はね、ザーって降ってて。なんか、これだこれだってなって、乗っていいよってなって。でもほら、俺も、なんか、海外だとさ、その知らない人の車乗るのってちょっと怖いじゃんわかる。そう。っていうのもわかるから、その後ろ乗っていいよっつって、ね、前、 に俺がその荷物自分に置いてたら、その旦那さんの方が、なんか俺、助手席乗っていいって言うから、おもう全然いいよって言ってて、奥さん後ろに乗せて、そのリュックとか後ろに乗せて、で、まあ、出発しようってなって出発したんだけど、なんか、あれだねって、ちょっと一回止めるねってなって、音楽かけないと気まずいねってなって。だけど、どんな曲聴くんだいみたいな、俺こういうのが好きで、みたいな感じで、俺が曲をね、流して、いいねいいねってなって。 何やってる人なのって言われて。ダンスやってるよって,わて。わー、かっこいいねみたいな。何やってんのって言ったら、なんかそのコンテナみたいなのをこう、運んでるみたいな。船の仕事してるみたいな。言ってて。あ、そうなんだみたいな。行けてるじゃんってなって。で、まあ、そっから、その英会話をするしかないから、もう、めっちゃいい環境じゃんってなって。いや、確かに,確かに。そう。で、まあ、お互いにこう、いろんな話して、ちょっと盛り上がって。で、なんか聞いたら、その、大阪から来たって言ってて。 でもう、ワンピース、ナルト、マリオ、最高だったっていう、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行ってきたんだぜと。いいよねって、楽しいよねってなって。え、でもシンガポールになかったっけって言って、あるよってあるけど、もう俺はジャパンに行きたかったみたいな。その中身が違うからって。なるほどってなって。で、なんか、え、どんな旅行のあれなのって聞いたら、まあまあなんか、全部それはもう奥さんが計画してるから、俺は言われた通りに来てるだけなんだ、みたいな話をしてて。あ、そうなんだってなって、奥さんに。 ど、な、何、どんなプランなのって言ったら、もうとりあえず大阪を一週間ちょいぐらいいて、残り、まあ、せっかく日本来たから東京行こうぜってなって、東京に入れるのは3日間だけなんだって。そう。短そう。ね短いじゃんってなって、で、こういうとことかこういうとこ行くのって、その、まあ、原宿とか渋谷とかってっなんかあんまり二人はなんかピンと来てなくて、あ、え、どこ行くつもりなのって言ったら、いや、なんかその、新宿っていうとこがでかいって聞いたから、その周りでちょっと行こうと思ってってっていうから、 それもったいないよってなって、こういうとことかこういうとこ知ってるって言ったら、奥さんはなんかやっぱ日本好きだから調べてて、あ、わかるわかるみたいなで。あれとか近いから行ってみたらいいと思うよとかって、ありがとうみたいな。他になんかいいとこあるとかって、まあそういう話とかいっぱいして、で、だここがいいよって言って、で、まあなんかその、ね、なんか色々聞いててさ、なんか、こんなんかみ何のバケーションみたいな、夏休みなのって聞いたら、いや、その、ハネムーン旅行なんだよねって言うから、 もうハネムーン旅行のラスト3日間しかない東京を1日、なんか、諦めて、空港泊しようとしてたわけってなるじゃん。こっちは。だから、おいお前、そんなもったいねえよってなって、まあ俺が、その、車で走りながら、あの、首都高とか走りながらあ、あれが、ほら、あそこのキラキラしてる真っ暗なやつあんじゃん。あれが、さっき言ってたスカイツリーだよとか言ってて、うおーみたいな、でかいみたいな,な、そう、そういう話とかを、ツアーをしながら、 行ってなんかでもうなんかマレーシアのご飯こうでみたいなとかでマレーシア俺も行ったことあるよっつって動画見したりとかしてなんか「わあめっちゃいいね」とかって「うち絶対マレーシア来たらもううち俺が空港まで迎えに行くから」みたいな言ってくれてありがとうってなってでなんかその「エアビービーに泊まってんの?」って聞いたら「あそうそうそう」ってなって「どこ?」って言って「この辺」って言うからそこに連れて行ったんだけどこうエアビービーってね宿泊サービスなんですけど。 意外と、鍵の開け方分かんないのよ、みんな。ああ、そうだそう。雑なのよ、エアビーって。難しいから、ちょっと、なんか、場所とか開け方が分かんなかったらさ、最悪その、ね、家には着いたけど、家の前で野宿することになっちゃうじゃん、雨の中。そうだねう。だから、いいよ、開けるとこまで俺見るからい、い、いよう、いていいよって言って、 で、やったら、案の定ね、その、なんか、鍵、ここだと思うんだけど、みたいなのが、全然住所も違くって、みたいなのがあって、こっちだったっていうとこがあって、まあ、そこで車もう一回連れてって、そしたら、その、開け方がの乗ってるはずなんだけど、なんか、日本だから Wi-Fi がなくて、みたいな、外だから。その、メールで来てるんだけど、みたいな開け方が、みたいな。開くのにめっちゃ時間がかかる、みたいな感じで、なんか、 それさあのエアドロップでリンク送ってって言って,送って,つって,言って俺が開いてあこうでこうでこうだからつってこの番号をしたら開くよって言ってピーって言って開いてガチャーってなってありがとうみたいなちょっといくらそのこれ車払ったらいいって言われたから「いやお前何言ってんねん」と「ハネムーン旅行やろと」ともう奥さんに使ったりっていう話になったわけ。 で、よいいよって、俺どっちにしろ別に、あの、レンタカーしないと俺も帰れなかったからって言ったら、なんか、いや、ブラザーって、それはダメだと。<laughs> ブラザー、それはダメだってなって、いや、逆にブラザーと。もう全然いいよと。俺もジャパンをまず好きになって帰ってくれれば俺はいいよっていう話になって。で、帰るときに、いや、もうありがとうってなって、もう本当に、もうこんないい旅行はないってなったから、いや、もう、 よかったね、つって。俺もちょっと早く、言ってももう早く帰りたいし、みたいな。もうその時点で2時半とかなのね、夜の。<laughs> で、で、こっから自分ちにまた帰って準備して、明日の朝、もうね、朝から審査だしってなってたから、そう、オッケーオッケーって、わかったわかったありがとうっ、つって。で、帰って、もう、熱い握手をした瞬間に、そこの手の中に5000円が入ってて俺の。<laughs> なんかブラザー。あらー。もう、何も言わないで受け取ってくれて、これはもう、 違うんだって。もう、これだけはちょっと俺にもさせてくれって言われたから、いや、なんか、ありがとうってなって、いや、全然いいのにってなって、いや、もうダメなんだって、これ、これだけはこんなにしてもらって、みたいな、AIB も開けてもらって、みたいな、もう本当に、本当にだっていう話になって、なんか、いや、じゃあ、ありがとうねってなって、まあ、そこから、こう、行って、っていう、すごくいい旅行だったんですよ。 その、そうね、いい時間で、ね。そう。次の日もこう審査員で感動したんだけど、まあ、審査、審査やって、いや、楽しかったねってなった後に、あの、その一日分家の前に止めてた、そのカーシェアの駐車料金<笑>と <laughs>、と <laughs>、そのカーシェアを今から成田に返しに行くっていう <laughs> い、ね、もう、絶望だった。<laughs> そこだけ <laughs>。 マジかよってなって、成田返しに行って、電車でまた帰ってきて、次の日みんなでビデオ見て、また次の日成田に電車で乗って帰っていくっていう。そしたら、まさかのそれが1時間電車が遅れて、飛行機乗れなくって、結局 <laughs>。<laughs> 帰りも飛行機乗れなくって、またそこでも延滞なんか延長料金みたいな、なんていうの、その追加で、遅延だからちょっと安くなるんだけど、その、 言っても5000円かかりますみたいなって、マジかよってなって。そう。で、それ乗っていって、シアターもちょっと順番、出番のね、順番変えてもらって、ギリギリでついてみたいな感じで、もう、台風なかった割にすげえ翻弄されてんじゃんっていう、ね、すごい大変な旅だったんだけど、すごいいい思い出がね、できたんで、ちょっと私的には、すごい、なんか、いいなっていう。 これはなんかなんかがこうねすごい必然だったんだなっていうお話でございました今回は、うん、いやでもそれは素晴らしい時間ですねあのきっとね回ってきますよ次海外に行った時にそうだねうんブラザーがね多分もういろいろやってくれるからそうアッ,シュアッシュさんっていう呼んでくれと言われたからうん アッシュねそうポケモンが好きな旦那さんでしたね、うん、やっぱ日本ってやっぱポケモンマリオが来るんだねやっぱねうんワンピースねあとうんうねもうほんとすらしい夫婦でほんとにね楽しかったなっていう俺もなんか雨の中のカーシャでで明日も返しに行かなきゃいけないのかよって思いながら行くよりもその ね、いい旅ではあったから2時間半ぐらい、まあね、かかるわけで雨の中でさあれだからすごいね良かったなっていうめっちゃいいいい旅行というかなんか「ああ」って思い通りになったわっていう英会話もできたし <laughs> なんかいい感じだわっていう旅でございました本当に。 お疲れ様でございましたすごい、いろんな人から、なんか、すごいメッセージもらった、そういえば。<laughs> その時なんか、すごいですね、みたいな、その、旅ですね、とか、親切ですね、とかあったんだけど、俺からしたらすごい、なんか、逆に、あざすっていうぐらいの感じだったんだけど、ちょうどよく全部叶うみたいな感じだったから。そうでなんかその シンガポールじゃないや、マレーシアか。マレーシア行った時に、その辺のマレーシアの川にワニがいたのよ、野生のちっちゃいやつ。<laughs> で、あの、クロコダイルいるよねって川に行って言ったら二人とも超大爆笑してて、いないよって言われて、いや、いたんだよって話になって、それは、<laughs> あの、なんか、 トカゲでしょって言われて。違う違う違うって。そのトカゲ、川、上から見た、あれよって。上、川の上から見てて、あんなバカでかいトカゲいたら逆に怖えよってなって、そのちっちゃいワニがいたのを見たんだよって、みんなでチームで盛り上がったんだよって言ったら、ああ、じゃあそういうこともあるのかもねって言ってて、そこはね、未だに信じてもらえてなかったポイントだったんで、ちょっと、俺はもう確実にね、見たんで、ちょっとね、それはね、ワニがいるんで、マレーシアの川には。ちょっと本当に、 気をつけてください。川って言ってもあれだよ。あの、あれ、河川敷とかじゃないよ。普通に街の中に、こう、ピーって通ってる川だよ。だからすごい、なんて言うんだろうね。普通にさ、こう、街の中に、こう、上、道路の横とかにブゴーンって溝があってさ、下の方にちょろーって、こう、ちょろちょろちょろって、うっすら通ってる水みたいなのあるじゃん。ああ、はいはいはい、はい。そう。なんか川って言っても、その、山の方とかじゃなくて、普通に都市の中の、あの、あれよ。の <laughs>、その、 なんていうのね。ダムから流れてきてるのが、ちょっと流れてる水路みたいな感じ。ぐらいの、水路ってちょろちょろちょろってなってる、その脇のとこにワニが休憩してて、一匹ね。ちっちゃいやつが。そう、もちでちっちゃいやつがね。あの、本当にだから、ギターぐらいの、なんていうの、大きさというか、あの、ちっちゃいやつよ、本当に。がいて、なんか、うわ、これ、なんだこれってなったんだけど、ちゃんとワニだったから、 ちょっとね、ここの審議はね、ぜひマレーシア行った人がいたら、ちょっと教えてください。僕は見たんで、本当に、ワニを。今年、やり残したことということで、ルールーさん、筋トレ。<laughs> 筋トレは、もう今年とかじゃないね。<laughs> 今やってください。 <laughs> うんあの、うん、この感じずっと何年も抱えてる、ね、そうだね多分やってない人特有のやつだね筋トレはね <laughs> それでいうと俺も昨日ね、あのー、他の演者に混じってね腕立て伏せをね音を取りながらやるっていう腕立て伏せをやったんだけどちょっとねんかテンション上がってやりまくったらもうほんと今筋肉痛でねその後半とか腕上がんなくて結構きつかったなっていうのもあるんでやっぱね本番間近な人はねやっぱ筋トレしない方がいいなっていう 思いました。あの、うん、本番間近の体幹トレーニングは、うん、あれめっちゃいいよねあの簡易ドーピングというかまあまあパンプアップはねするけど本当にねやっぱそうキツキ筋トレ結構ねいろいろずっとできちゃうからなんかそれをや,りやるとやってる時は集中してるし楽しいんだけどその後にショーがあった時の,その腕の上がらなさが結構うおいってなって <laughs> そうこれちょっとねっちゃわらん tpo ですね。筋トレっていうのはね。ぜひぜひ。でもやってください。ルールさん。はい、はい。続きまして。春る春はるさんですね。現代さんに福岡で会えてないです。同じ福岡に本当に住んでます <laughs> いやー、住んでそうで住んでないからね。住んでそうで住んでないんですよ。うん。うんあ どこにも住んでそうで住んでないんですよね。どこにも住んでそうで住んでないんですよね。だから東京でも、福岡でも、うん、いないからね、確かに。そうだね。住んでるというか、いるに近いからね。そうですね。あ、それで言うと、やっとね、東京にいる間に、パスポートの申請をしました。 そう。はい,はい、はい、ついに、だ次東京戻るときにはパスポートがもう出来上がってるということで。いや、ついにです、本当に。もうね、だいぶかかったんですよ。その、戸籍投本を作れない事件が連続して起こったため。出ましたね。そうなんです。いやね、それもあってね、次東京に戻るのもちょっとワクワクなんですけど。ま、ぜひね、福岡でも皆さんの来ていただけたら、 シアターね、9月19、14ですね。ごめんなさい。14までやってるんで、ぜひ来てください。はい。はい。続きまして、リエさん。黒子の皆さんに会えなかったこと、それだけです。って、あそうね、舞台ね、ちょっと見に行きたかったって、そこ言ってくださってたんだけどね。そのタイミングもあったでしょう、うん、あれは。<laughs> そうなんですよね。やっぱね、夏のね、一番いい時期にやってしまったんだよね、舞台をね。そうね。ぜひぜひ、 ちょっとまだ会えるチャンスが今年それこそまだ残ってると思うんでぜひ来てくださいねそれははいはいってはいってうーんごい冷たいね <laughs> あ、本当結構ね<ー>あ,あね今気持ちの入ったねみぼうずさん気持ちの入ったやつを言ってしまったんですけど はい、ちょっと冷たかったですねはいぜひね会いに来てくださいもう会いに来てくださいよ、はい、もうね大サービスの大特価であそうなんですかはいもうこれは期間限定キャンペーンで、うん、お言いましたね今はいこのウェブ申し込み限定ということでラジオ申し込み限定のあのね大サービス展開しますのでじゃあ僕も会いにいきます <laughs> はい サービスを受けはいはい楽しみにしてますおい続いて普通の質問カッツさんね、えー、おすすめの映画教えてくださいおすすめの映画<ー>うーん いっぱいあって難しいけど昨日ねちょうどその映画の話で出てきたのがあってやっぱめちゃくちゃくだらないんだけどあの少林サッカーって良かったよねって話になったんですよ <laughs> シアターの今ねそう。もうねやっぱ真似したいし何よりも安いのに楽しいっていうもう最高なやっぱあの時代にしかできない映画ってやっぱいいよなっていう。 話になって。ないいですよね。そう。なんか、まずね、まずいいところは、その、あの、美男美女を使ってないキャスティングで、あそこまでかっけーってなれるのってすごいよねっていう話になったんだよね。ああ、確かに確かに。そう。で、やっぱもう、ワクワクするっていうのをね、やっぱあの時代に、あのクオリティで作れるっていうのは結構ね、すげえなっていう、思いましたね。本当に。 いい映画かどうかちょっと分かんないけどそうねぜひおすすめの映画ではあるんで本当にねもう今見るとすごいなんか安いなっていうのもあってそれもまた良かったりするんだけどねちょっとね少林作家ぜひ見てなければまた見てください見てくださいコメディーなんだけどねちゃんと感動するっていうのがいいですねあれそう分かる分かる暑 <うん S 2> いよね暑いんですよね ウォータータボイズを感じるよねちょっとねあ<ー>、うん、はいはいはいちょっとテイスト近いかもしれないそうテイスト近いよねあの感じやっぱいいですねはい他にもリエさん黒子の皆さんの中ですごい特技や趣味を持つメンバーはいますかどうなんすかね海坊主さんは最近ねジャグリング始めてやってますけどす,、ね、すごい特技や趣味を持つ 律子、まあ、さんなんかはねもうオタク中のオタクですからやっぱり律子さんはそうですねうん,ん電気回路とかをいじってるのがやっぱ好きなんだろうねあの子はねうんうん彼女に関しては僕らも把握できてない、うん、あの何かがありそうな気しちゃうからね確かに一番変態性は高いかもしれないねもしかしたらねこそっとやってるからねあの子うん 何かかかんんなないけどね <laughs> なんか話題になった時に「いやだって聞かれてないんですけど私ずっとこれやってて」みたいなたまにあるからね、うん、まあそれってすごいすごいことだよね <laughs> <laughs> 本んに好きだから別にその、うん、披露するとかっていう概念でもないみたいなのがあるんでしょうねりっちゃんはそうね、うん、まあでもちゃんと触れてほしいっていう気持ちはね、はい、彼女の中であるみたいなんでやっぱ <laughs> 作品ができたらねやっぱそこはちゃんと触れてほしいっていうところはやっぱりクリエーターとしてはあるんだろうなっていうのはありましたね。うん、は節々に感じますはいいや趣味とか特技か意外とねありそうだけどねあそれで言うとが遊戯王が大好きっていう趣味があっったね <laughs> 遊戯王ってカードゲームなんですけど多分アニメとかもあんのかなうん 遊戯王を語ってる時のアキラはちょっと腹立つ顔をするから、ね、<laughs> 気をつけたほうがいいと思うな開発者みたいな顔してたもんね <laughs> そうおそう「俺が作ったんですけど」って顔で話すからうんやっぱね、うん、好きすぎて、ね、誇りに思いすぎてたねそうだね <laughs> あそれ違いますよみたいな感じのやつね <laughs> 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 ありますねそう,そういう話してないのに禁止カードですとかって、うん、<laughs> いやーいいですねはい <laughs> いこさん「移動中は何をしていますか?」「何をするのが好きですか?」「過去現代ささんんはは飛行機海坊主さんは車の運転中 <laughs> 何をしている?あ」でもいやもう飛行機が本当にもうね自分の唯一のアイディアを下ろす場所というかマインドフルネスな場所なんでうんやっぱそこでね,でね全てがクリアになるというか今から福岡のことを考えるぞ今から東京のことを考えるぞっていうのをね 切り替えるタイミングでですすけどどうなんですか車の運転中はいや車のの運転中はあの気を抜くとね事故ってしまうっていうのがあるんで、うん、意外とあれですねそのふとした時に窓を開け深夜の感じとか好きですね僕なんかこう気持ちリセットする時間にはなる確かに、うん、あとは「FM 横浜」を聞きます ラジオです。どうなんですか、それは。ラジオはですね、結構。その。深夜とかに運転することが多いとね。あの。音楽チャートの、うん、もうただひたすら流すみたいなのがあるんですよ。それで。知らない曲聴けたりとか。うん なんか今チャート1位になってるのはこれですみたいなのがまあ,あのすごいさあの細かい話というか大雑把な話してるけど例えば新しい学校のリーダーズが海外チャートに入ってますみたいなさ、うん、だそういうのも俺ラジオで知ったしえ、うん、そうなんだみたいな、うん、なんか一個その情報的に仕入れる場所みたいなのにはなってるからラジオ結構好きですね確かにねニュースあんま見ないもんね今ね。 いや、そうなんだよね。テレビも見ないじゃんか。うん、確かに。そう。ラジットでなんか今こういうの話題なのかとか、意外とそこで仕入れてるとこあるかもな。うん。ああ、確かに確かに。ねいや、ラジオもね、やっぱだからそういうラジオになってほしいですね、これも。情報ラジオに舵を切るべきですね。うん、エンタメ情報ラジオに。はい。エンタメ情報がお届けできているかはわかりませんが、 ね。<laughs> あの、そういうのもね、ちょこちょこやっていきましょうね。はい。はい。じゃ質問の方、ありがとうございました。えー、質問は、クロコのインスタグラムアカウント、ダイレクトメッセージにてお送りください。アカウント名は、クロコアンダーバージャパン、クロコアンダーバージャパンまでお願いします。また、YouTube のコメント欄でも質問を受け付けておりますので、次回はですね、素敵な出会いの話、 を送ってください。はい、ね。こう、今までね、会うことのなかった人と会ってみてっていうお話があれば、ぜひね、とか再会とかもいいですね。こんな人と再会して、みたいな。そう、素敵な出会いの話をぜひ送ってください。告知としましては、えー、9月の22日にですね、今月ですよ、名古屋、 高島屋さんにて、あの、スーパーってかデパートですね。高島屋にて黒子が今回コラボしてスペシャルショーケース、もうそこでしか見れないスペシャルショーケースをやることになりましたので、もしね、9月22日、名古屋に行かれる方、もしくは住んでいる方いらっしゃったら、ぜひ会いに来てください。お会いしましょう。お会いしましょう。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。 Good night.